はい、久しぶりでーすって。この前は何アップしたっけかな。シューティングゲームアップしたのか、イーグレット2ミニの。で、今回は、またかと。ブレイカーズリベンジをリベンジしたいと思います。まあ、同じキャラなんだけど、前回は、まだ腕が足りなかった。しかし、実はちょくちょくやってて、少しは腕上がったんじゃないかなと思ったんで、もう一回これは挑戦したいと、ブレイカーズリベンジをリベンジしたいと思って、目指せワンコインクリア。もっと言えばノーミスかもしれない。ショーを使いたいと思います。こいつか。よし、やるぞ。キャンセルが出ない。あれ。まさか最初の相手に。ありがたいな、食らってくれるなんて。優しい。最初の初戦はまあみんなそう。今日この収録してるとき、ある一番で、風が強くて、みんなが住んでるとかどうなのかな。なぜ出ない。危ねえ、あんなに減らされてる。いや、ほんと夜中じゅずーっと風がもううるさかった。わあ、急所広、やってよかった。コンボの当たり方がやっぱり面白いよな。今でも全然通用するキャラクターはぶっ飛んでる。助かった。なんか気持ちが変な感じ。今下弱キックかな。あんなあったんか。初めてした。やばいな。ジキャラか。こいつがまたもう激しいんだよな。あかんか、言い訳あかん。
さた。よっしゃ、行くぜ。おっしゃ。ガードされてもなんだろうな、攻撃した方がまだ優位性があって先に技を置いていく、その距離当たんなくてもなんか向こうが勝手に手出してて勝手に当たってくれるっていう感じ。何それ、あーあれ、なんか未だに知らないのが出てくるんだけど、これは本当にワンコインクリアしようと今までちょくちょくやっていた人間なのか。はへー、あーでも順当にいってる。倒さなきゃいけないっていうのは厳しいよね。
おお、やばい、本当に、え、ちょっと初めてなんだけど、ここに、やめ、変に緊張してきた。いやぁ。見た。うわぁ、こいつかぁ。はへぇ。わぁ、すげぇ。うわぁ、抜ける。うわ、くそ、めちゃくちゃ減る。うわー、すかっちゃった。修行の成果が玉砕。うわ、ズブズブ。やばいな。うわあ、恐れていたことが起きた。何の配信をしようとしているんだ。これは何の収録なんだ。出なかった。うわ、嘘、これはやば。あら、そんなやり方返せるか。なんなのこの勉強。そうなんだ。全然喋んないから、もう完全に真剣モード。
うわ向かい打ったで逆に返り打ちされた。漫画見てる。知らされた。普通のプレイだ。届かねえ。ああ技出ない。超秘伝です。よかった。はあきつ。まあでもこれでもラスボス、はあ、はまらないように気をつけないけど。飛び込ませて落とす、飛び込ませて落とす。飛ばせて落とす。よし、飛び込ませて落とす。あー失敗。飛び込ませて落とす。あー緊張してきてる。調子のゲージが溜まってんな。やったラッキー、早速使った。あーダメか。そりゃ残裂拳コマンド入力まんま。まあ技名残裂拳じゃないんだけど、ビスコだからビスコで、間に合うかな。あれ B V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 。 おい出ねえぞ。あった、あこれかよ。え、あ、終わっちゃったよ。どうしようもない。いやー、でも、試合結果的には、そんなに、まあ、ワンコインじゃなかったけど、ちょっと上達しているっていうのが伝わってくれれば、まあいいかな。やってよかったかもしれない。まあ、こういう配信でした。ワンコイン達成できず。だけど、内容的にはそんなに悪くないと。全然知らない技出てきて、だいぶ驚いたんだけど。まあ、いいか。
じゃあもう配信はこれで終わりです。見てくださいましてありがとうございました。じゃあ失礼します。